はい、みなさん、こんにちは、なおみちです。はい、っていうことでね、あのー、まあ、あ今回の動画はですね、ええー、まあ、ああの、チョコヘナオさんのニュース、ーチャンネル、ね、ええー、まあ、ちょっとコメントしたんですけど、ま、あね、あのー、ま、あ全然僕なんかでもね、 あの、全然レベルの違う、<laughs> の、その、登録者数も全然違うし、で、あの、グッドボタン、も視聴数も、まあ、全然ね、まあ、レベル違いの人なんですけど、の、えー、まあ、チャンネルにもね、ちょっと、まあ、言ったんですけど、まあ、あまりにもひどいなって、ね、えー、まあ、 まあ思ったんですよね。で、うんまあそれ何かっていうとですね、まあ、あのー、NHK 党いるじゃないですか。で、まあ NHK 党の立花党首、えー、まあいるわけなんですけど、まあ、 えー、立花隆史、まあ、投資ですね。えー、まあ、いるんですけど、まあ、この人がですね、まあ、あの、クラファンに参加してないのに、まあ、あだこー言うのは、お角違いなんじゃないか、みたいなことを言ったんですけど、で、じゃあ自分は、 ね。あのー、まあ、今回の、ね、日本一周して、まあ、ええー、まあ、不登校の人を、まあ、元気づけたいっていう感じのグラファー、ね。まあ、参加したのかっつったら、ね、えー、参加出しない。つまりお金を出していないと、一切。いう、ことなんですけど、 いや、なんでそ、じゃあなんでそんなことを言ったんだよと。どうこう言うのはお方違いだっていう、に言うんだったら、お前もそうなんじゃねえかよっていうね。まあ、そんな話があったんですけど。で、まあ、あのー、まあ、そこで終わってんだったら、ええー、まあ、 その話題について今日は喋る予定だったんですけど、今度はね、ええー、まあ、あのー、他の政党のね、まあ、政党批判をするために、その動画を出したんだっていうふうにインタビューでね、えー、答えたんですよね。 いや、それってね、どうかなっていうね、思うんですよね。あの、どうかなっていうのは、要は、あのー、政治家から見れば、まあ、メディア、まあ芸能界にいる人間も、ユーチューバーとかもね、まあ、一般人ですよ。で、そう、一般人の人の名前を、えー、まあ、 政治批判、政治批判とか、政党批判のためだけに、その党の党首が出すっていうのは、これまた違うんですよ、これ。あのー、まあ、出すんだったら、ね、誰か過去にいた政治家とかね、 あの、今現在、ね、所属してる、どっかの党に所属してる党を引き合いに出す、党の人間とかをね、まあね、まあ、まあ、そういった議員とかをね、まあ、引き合いに出すって言えばいいじゃねえかと。まあ思うんですよ。で、あの、この立花党首は、こんなことも言ってるんですよね。 あの、時事系の YouTuber はクズなんだと、いうふうに言ってるんですよね。まあ、あのー、まあ、これはちょコヘナわさんには言ってないんですけど、ね、あのー、まあ、軍人に褒められたるはね、一生の恥なんだと。 いうことがね、えー、まあ、仏教の世界では言われています。これどういうことかというと、ね、えー、仏教の世界、ね、えー、そのまんま引用しますと、ね、この愚人っていうのは、ね、えー、要は、道理も何もよくわかんないと。要は、えー、まあ、どういう状況なのかとかね、まあ、 何もね、よくわかってない人間ですよね。うん。なんで、時事系の人がね、あの、まあ、まあ、材がそもそもできるわけないっていう状況で、じゃあどうするかって言ったら、ね、ネットとか動画を使って、まあ、拾ってきて、で、それをそのまま、 ポンって出すしかないですよね。だから、裏付けはしたのかっていう裏付けも何もだってそこにあるんだから、ね、えー、それは裏付けも何もあったもんじゃなくて、ね、本人が言ってることなんだと。本人の言ってることに裏付けも何もあったもんじゃな、じゃあ何、あのー、今から北海道行って、その、直接話を聞けっていうのかって言ったら、ね、 あのー、まあ、無理じゃないですか。だって、ね、あのー、愛媛県にいるリバースエコーの小川社長っていうのがいるんですけど、で、この小川社長って、あのー、8万円クラファンに今回参加したんですね。で、あのー、まあ、本当にね、あの、物腰の柔らかい言い方でね、 あのー、言うたぽん、えー、ね、今回、ね、リバースエコーの方に来て、ね、あの、一緒にスタディしましょうと。ね、あのー、要は、発見、理論と発見っていうことの二つがあって、初めて、ね、本当のスタディなんだと。 ね。あのー、だから、正しいスタディっていうのをね、どういうものかっていうのはね、体験しようと。そういうことでね、まあ、リバースエコのね、まあ、小川社長がね、まあ、話したわけなんですけど、で、それに対して、ゆタたぽん、まあ、あの、父親ですよね。うん。あの、未成年がそれ、そういう、 他に関係とか、まあ、いじれないと思うっていうか、まあ、いじれないはずなんで、うん。あのー、まあ、中村幸也氏ですよね。まあ、これもクズだなとは思うんですけど、まあ、これ虐待だよなっていうのは、ま、思うんですけど、あの人もあの人でね。なんですけど、うーん、ま、あ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 まあ、あ で、その中村幸也の、まあ、返答っていうか、まあね、対応っていうのがどうだったかっていうと、えー、何も言わずに、だから無言で、ね、あのー、リバースエコーの住所に8万円を、えー、まあ、ユタボンの名前で送ったと。 うん。いうことだったんですよね。いや、それはちょっとねっていうところですよね。うん。この8万円は何ですかっていうふうに聞いたら、そのままね、まあ連絡がつかない状態でっていうことだったんですよね。まあ、バカなことをしたような中村幸也で あのー、ほんとね、なんでしょうね、あのー、別にっぱゆたぼんのことをなんか擁護するとかそういうことをね、したいわけじゃなくて、過去の動画とかをまあ見ても、まあ、一番ゆたぼんの成長を邪魔してんのね、まあ、 中村雪やだなっていうのはまあ思ってて、まあその話はね、まあメインにしたかったわけじゃないんですけど、ね、あのー、私のチャンネルっていうのはね、まあ、そういう時事系の話はまあまあほどほどに、で、政党の批判っていうのはガンガンやってきますからね、うん。もう、 ね、もうそれでね、刺されようが打たれようがね、まあそれはもうね、まあお好きにどうぞっていうところですよね。うん。いやもうそんなの上等ですよ、そんなもん。ね。もう、政党の批判はもうガンガンやっていきますと。で、でですね、まあ、 立花代表って、まあ、なんでユタポンを擁護しているのかっつったら、まあ、あの、本人は、まあ、政党批判をしたいから、まあ、それに使ったんだっていう、ことで言ってたんですけど、 だとしたら、あのー、立花投手としての、立花投手は投手としての力は、本当と大したことない。本当に薄っぺらいです。ね。あのー、本当に薄っぺらいです。 ね、だってね、あのー、政党批判したいんだったら、ね、あのー、そんなことをしなくても政党批判できるはずだ。真に力ある党の党首だったら。あのー、そもそも立花党首 で、今回の NHK 党って、選挙の結果どうだったかって言ったら、ね、あの、ガーシーチャンネルさんのおかげで、まあ、あの、ギリギリ、まあ、その政党として認められる範囲ぐらいまでは、ね、票が伸びたんであって、それがなかったらね、まあ、 あのー、まあ、ながっ、正当として認められてなかったわけですよね。だそういう意味合いでも弱いっていうところ言えるんですけど、ただまあ、表向きの理由とは今、まあ、弱いのはまあ確かですよね、それはね。それはちょっとね、まあ、理由として弱いとかじゃなくて、あのー、 それが本当に表向きの理由だったとしても、それは、ま、自分の、ね、あの、まあ、ま、立花隆という男が、ね、あの、政党の党首として、そこまでの男だったということの証明にしかならなくて、でも、本当の理由はおそらくそうじゃない。と、私は似んでます。 っていうのは、あの、このね、さっき名前に上がった、ね、あれもクズ、さっきね、あの、クズな男でしょって言った、<laughs> まあ、中村きやらしいね。あの人って、もともとですね、あの、NHK 党で、 まあ沖縄でね、まあ立候補して、まあ落ちたんですけど、落ちたとは言っても、落ちたとは言ってもですよ、まあ共に NHK と、っていうね、まあ一つの箱の中で、まあ共に力を出し合って戦ったわけですよ。負けましたけど、 負けたとは言ってもっていうことですよ。まあ、仲間には間違いないから、擁護したんじゃないかっていう。つまりは、あのー、それがなかったら、まあ、ユタポンについて、まあ、触れることっていうのは、 ほぼほぼ1000%なかったであろうことはね、間違いないかなっていうふうに思います。まあ、触れるにしても、その、触れたことへの言い訳が、ちょっと党首としてなさけなすぎるぞと。うん。だって、ねえ、 あさっきも言ったんですけど、力のある政党の党首だったら、ね、わざわざ,わざ,わざこれで、ね、大きな声で言いましたけど、本当に力のある政党の党首だったら、これはね、そんなことしなくても勝てるんですよ。こ声大にしています、これは。 ね。まあ、大事なことだから、まあ、声を大にして言いました。これは。なので、あの、NHK 党にね、投票した皆さん、ね。本当に NHK 党に投票してよかったんですかね。あんなくず、 クズっていうかね、まあ本当にね、あの、統率力のない党首がいる政党に投票してよかったんですかっていうことです。だって、本当に統率力のある人だったらね、そんなことしても、しなくても、票って集まるんですよ。 そうでしょだって、ね、あのー、こいず、こいジュニア、ね、あのー、まあ、彼だってね、あのー、まあ、イケメン枠なんて言われてますけど、 ま、実際のところはどうかって言われ、言われると、ね、えー、小泉慎二郎ですね。どうかって言われると、ね、力のある政治家、ね、力のある大臣じゃなかったら、<laughs> つか、あの、議員として、おそらく力のある人間じゃなかったら、まあ、おそらく議員にはなれないですよ。で、 安倍元首相も、だからそこを見抜いていたから、小泉孝太郎、小孝太郎じゃない、えー、小泉慎次郎氏を、まあ、大臣に任命したんですよね。ただ何もしない大臣なんて言われてしまった。 まあそりゃね、まあ大きく変えるっていうのはね、大、その、各所の大臣にはちょっと難しいですよ。こういう法律があっても面白いかもな、みたいなこまあ面白いかな、もな、じゃなくて、まあこういう法律が、 しようかもしれませんみたいな要望をね、あのー、まあ、総理大臣の方に出すわけですよね。で、まあ、日本国憲法に関してはね、まあ、国民投票が必要なんでね、それ以外のね、道路交通法とかですよね、 とかっていうのは、ね、あのー、まあ一応ね、議員議会にはかけられますけど、あのー、国民投票とかしなくても、あれはいいじゃん。別にね、まあ、されるじゃないですか。で、だそういうふうに、ね、 力のある、まあ大臣とか、力のある議員っていうのは、そういうふうに、まあ大きく何かは変えられないかもしれないけど、ちょこっと少しずつ、ね、ええー、まあいい方向かどうかは別として、まあ変える能力はあるわけです。で、そのこ それに対して、ね、あの、立ち話は、どうかっつったら、ね、まあ、まずね、議席を大きく減らして、ギリギリ政党として認められる範囲で、まあ、票を取りますよね。 っていうふうに、まあ。これはちょっとね、まあひどいなっていう、そんなレベルですよ。もう。だ、まあ NHK と、もうガンガン批判していきます、もん あのー、NHK 党って、本当に、あの、NHK、まあ、党として弱いですよね。あのー、要は、最初、あのー、まあ、NHK というね、制度をぶっ壊すっていうね、要は、現在の NHK ぶっ壊して、新しい感じに、 では最初の主張が NHK というのはね、もうもはや腐ってしまっているんだと。だから、一回あれをぶっ壊して、もう体制も全部何もかもね、もう全部ぶっ壊して、で、そこに新しいね、テレビ局としてやってったらいいんじゃないかみたいなことをね、そんなことを 言ってったのが、えー、NHK 党の始まりなんですよ。で、それが今やどうですかと。そんななんかね、あのー、まあ、力強い、まあ、俺はね、まあ、力強い発言だったけど、どうかなっていうのは、まあ、正直あ,あったんですけど、ね、 そんな使わずよい言葉を発しておきながら、今どうですかっていう。あのー、えね、けいの単語なんて、政党の名前を発するときぐらいしか使わないじゃないですか。だからもうこれはもう政党としてね、 もう、すごい弱くなってしまった証拠ですよね。で、今、ね、与党として強くなっている勢力はどこかって言ったら、ね、ええー、まあ言われまでもなく、まあ、立憲民主党ですよね。まあ、蓮舫議員の影響も、まあ、大きいとは思いますけど、 ね、あのー、まあ、僕はね、あのー、あくまで私は、菅直人元総理には、正直戻ってきて、その、ね、政権に戻って欲しかった。うん。総理に帰り咲いて欲しかった。うん。 ちなみに、共産党の議員はですね、共産党の方に、どうですか順調ですかつら、いやー、これがなかなかねー。まあでも、最終日まで時間あるので頑張ります。<laughs> あー、ダメだ、これ。当たいましたけどね。うん。だ力のある政党って、 ね、あのー、立憲民主党みたいに、ね、あのー、まあ、どうですかさ、まあ、ちょっと準備不足な部分はありますけど、まあ、その中でも、ね、なんとかやっていくしかないんで、その、まあ、や、まあ、その中で、なんとか、戦って、えー、岸田総理を、 倒、打ち倒す。これを目標にやってき、選挙に挑みたいと思います。と、明言したんですよ。立憲民主党に関しては。あの、まあ、蓮舫氏も、えー、菅直人、元首相も、そう言って、選挙に、ね、出番出場したんですよ。 ね、えー、岸田政権を、えー、ぶっ壊して、ね、あのー、まあ、与党に戻さないといけないと。で、そのために、立憲民主党に、皆さんの票、すなわち力を、どうか、 この蓮舫に預けてくださいませんかって力強い言葉をね、まあ、選挙の前に、選挙前に、もう本当にね、あの選挙期間中にね、まあそういうお言葉をいただいたんで、まあ、私は、まあ、立憲民主党に入れました。正直、はい。それが理由で言えました。 結果はどうだったかっつったら、まあうん、まあ、その直前ぐらいでね、まあ、あのー、まあ、安倍元首相が、まあね、まあ、暗殺されてしまったんでね、まあ、それもあって、まあ、本来の、 まあ、集められたであろう、見込みよりも票を落としてしまったっていうね。まあ、そんな事件がありましたね。ありましたけど、まあだから、あれに関してはね、まあ、 あのー、だそん時もね、まあ、カンナオとまあ、議員に、ね、あのー、先日、あんなことがありましたけど、引き込みの方はどうですかっていうふうにね、あのー、伺ってみたら、ね、あの、まあ、まあ、あんな、ね、えー、まあ、 民主主義の根幹を揺るがすようなことをね、してしまった、まあ、してしまったっていうかね、まあ、そういう事件があったということをね、受けて、ね、まあ、私、まあ、カンナオト元首相ですね、が、より一層感じたのが、ね、えー、まあ、それでも、ね、 そんな暴力であったりとか、そういう、そういったものに、屈しちゃならない。だからそのために、ね、皆さんの声が、そして、それが、まあ、票となって、その票が、我々議員の力となるんですと。だから、このカンナオトに、ね、 力を与えてくださ、力をお貸ししてください。すべてをこのカンナウトに、ね、まあ一度は政権降りた身ですけど、もう一度私にすべてを預けてくださいませんかっていうね、熱い言葉をね、もらったんですよ。カンナウト議員に。 だから本当に力のある人って、本当ね、あの、カン・ナウト元首相みたいなことが言えるような人なんですよ。あのー、本当にねす、すごいなっていう。あ、力強い、頼もしいなって本当にね、思えるっていうか、うん。 で、まあ、えぇ、ー、新次郎坊ちゃんに関してもですね、あの、まあ、まあ、あんなことはありましたけどね、まあ、まだまだ僕ら負けるわけにはいきませんから、だからこそ、ね、あのー、皆さんの票という力を、ね、我々に預けていただき、でその力、 を何とか形に変えるためにこれから頑張っていきますと信る郎も言っててで力のある政治家ってね本当そういうことが言えるような人じゃないとだめなんですよ。うん。絶対にねその票を無駄にしないと。 絶対にその表、持ってね、あのー、ないんだと。そういうことが言える人じゃないとダメなんですよ。あのー、だから、わざわざ、ね、一般人を使って、っていうようなことをす,するような人は、もう論外ですよね。あのー、だって、ユダボンの父は、ね、中村ヤしね。 落ちたんだからもう一般人じゃないですか。あのー、まあ、議員から見ると。議員から見るとね、落ちたんだから一般人じゃないですか。まあ、YouTuber の父親やってるっていうことでね。我々からすると一般人じゃないっていう言い方もできますけど、それでも議員っていうことから見ると一般人ですよ。え、一般人、まあ、 選挙に出たことで、ね、あの、仲間だったけど、一般人に戻った人間なんで、なんでわざわざ、で、しかもその子供って、あの、中村幸也の子供であって、別にね、その、立花党首、 にとって、仲間でも何でもないわけですよね。まあ、仲間の子供ではあるけど。まあ、なんで、で、しかも、あのー、中村幸也の、ね、えー、まあ、選挙って、 動画使ってんですけど、その動画って、全部言えたン出でてんですよ。だから、あの、未成年を選挙活動させてはいけないっていうね、いう規約があるわけじゃないですか。いや、選挙活動じゃない。これはね、歴史とした、ね、いい父親を演出、 演出するとも、演出って言っちゃってるよ、もうっていうね。<laughs> もう、いい演、いい父親であるっていうことを証明するためのね、えー、ね。まあ、そういう動画なんだと。いや、仮にね、いい父親だったとしても、それと、いい政治家であるかどうかっていうのは、また別の話で、 で、おそらく、まあ中村ゆきやしね、これ俺が思うことなんですけど、まあ僕が思うに、まあ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 、まあ、せ、選挙出たことで、まあ、 よりでかい顔になってるんじゃないかななんていうふうに思うんですよ。で、あの、ウィボンの姉っていう人物がいるんですね。あの、今、YouTube 上ではインフィニティっていうふうにね、あの、まあ、あ名乗ってるんですけど、 まあ、過去の動画見ると、なんかね、中村幸也衆がする、はい特に幼少期ですよ。まあ今、今、ここ最近の動画はね、全然その中村幸也衆はしないんですけど、あのー、本当にね、幼い頃、 の動画とかっていうのは、本当に中村幸也集のする動画。あのー、本当にね、今に、今のゆき、ゆたぼんと、そこまで変わんないような感じの、そんな動画がね、結構いいんですよね。あの、インフィニティさん行くと。 まあ、中にはね、あのー、もう削除してしまったものもあるかもわからないですけど、ね、あのー、で、コメント欄見ると、ね、あの、毒屋、毒よ、毒親から解放されてよかったねっていうコメントが非常に多いんですよね。うん。 いや、俺もそう思います。あの、コメントも高評価もね、してないですけど、俺は。要は、あのー、中村幸也氏と縁を切って、で、前に使ってた、まあ、動画のほとんど、 まあ多分、いくつか消したんでしょうけど、まあ残しておいて、で、まあ、どうなんだろうな、あのー、まあ、おそらく名前を変えただけだとは思うんですけど、で、視聴数を見ても、まあ全然、まあ、 伸びてないっていうかねタボン関係の動画はまあ結構伸びてるんですけどでお姉さんの方の動画ってあのー、ベースがえー、まあ仙台は4桁とかなんですね で5桁、つまりね、万を超えるような再生数の動画って、まあ、あんまないっていうか、全然ないんですよね。<laughs> まあ、その方がいいのかもねっていうふうにね、僕は思います。これは本当に。うん あのー、ね、ユタフォンもこのままいくと、まあ、お姉さんみたいになっちゃうよっていうことはまあね、あんまり言いたくないけど、うん。だって、あのー、このままいくと再生数も、まあ、 アベレージ4桁まで落ちてっていう風になっていくのがまあ目に見えてますよね。で、登録者数も多分まあ4桁まで落ちてっていうのがまあ目に見えてるかなと。まあ4桁5桁まで落ちていくんじゃないかなっていうのはまあ目に見えてると。で、4桁5桁まで落ちていく のはまあ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 ねっていうね。まあ目に見えてるじゃないですか。で、そうなった場合に、まあおそらく、あのー、これね、ネットにいろんな情報が出てるんですけど、で、その中の一つが、あのー、 要は、ユタポンの姉っていう話がね、あのー、あんまり情報として出てこないんですけど、なんでなんですか要は、まあ、縁を切られてるようですかなんで、なんでなんですかっていうことで、ね、えー、まあ、あヤフー質問箱みたいなのにね、えー、上がってて、で、ベストアンサーに、 こんなことが書かれてるんですよね。要は、あのー、まあ、YouTube、はじめはね、まあ、中村幸也氏のね、まあ、操り人形みたいな形で、まあ、動画投稿してたんだけど、だんだん嫌になって、まあ、それで、まあか、かす、 まあそもそもね、まあ4桁しか伸びないかったんだからまあね、しょうがないよねっていうところなんですけど、それは。まあ多分ほとんど多分ね、えー、動画削除されてるんだろうなっていう感じはあるんで、まあ削除されてるっていうか、 まあ、ほとんどの動画を削除してるんだろうから、まあそれはまあね、まあしょうがないなとは思うんだけども、あのー、で、それで、まあ、その中村幸也氏に、まあ、大阪で捨てられて、で、そのまま、 要は、中村ゆきやたち、ファミリーは、まあ、インフィニティさんを、まあ、えー、大阪で捨てたまま、まあ、沖縄に移住すると。いう話だったんですよね。もう、それも虐待じゃねえか、それもって。ね、あのー、 当時ね、あの、十、おいくつ歳とか、っていう感じのね。まあだからもう未成年ですよね、もうそんなね。を、ね、そんな、ね、大阪のど真ん中に、ね、放置したらどうなるかぐらいね。 予想つかなかったのかっていうね。まあ、生きてるからいいけども、良くないけども、ね。もうそれでね、あのー、もう必死こいて、で、もう、バイト生活とかをやって、で、なんとか食いつないで、よし、なんとかね、あのー、ある程度の資金は確保できたから、この金を元手に、 まあ YouTube 再開しようと、いうところまでこぎつけたんですよ。インフィニティさんは。っていうところまでいったんですけど。まあね。 まあ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 。で、母親のプロフィールとかって見ると、まあ、インフィニティさんの存在が、まあ、消去されていると。要は最初からいなかったかのような扱いになっていると。うん。そんな話が、えー、出てきてまして、 まあ、煙に、まあね、これに関してはね、だ、これに関してはね、まあ、だって、ネットの世界って、煙のないところに火は立たないっていう、ことはね、本当に往々にしてあるんですよ。まあ、煙にあると、煙のないところからね、まあ、火が出てくることはね、まあ、ネットの世界じゃね、まあ、 確かに、ごく稀にありますけど、インフィニティさんの場合はそうじゃないだろうと。要は、煙のないところに火は立たないパターン。要は、本当に、その、彼女が捨てられたから、まあ、中村幸也ってやばい男だよねっていう。 ね。あのゆたばの母親が、ね。中村幸也のことをね。どういう人間かって言ったらね。あの、優しくて誠実でっていうようなことをね。言ってるわけじゃないですか。そんなことをするようなやつが本当に優しくて誠実なのかっていう。そういうところに惹かれて結婚したんだ。 うん、本当にそういう人だったらね、うん、まずそういうことしないんだよ、と。あの、子供、本当に誠実な人だったらね、あの、自分の金だけで何とかしようとするんだよ。あの、ユタボンの動画とかに頼ら、頼ったりさ、で、そこで得たクラファンとかにね、その、の力に頼ったりとかしないんだよ、と。ましてや、そのクラファンのお金で、ね、あの、 別の目的で集めたクラハンをね、その、中村幸也が取り上げて、それで <laughs>、ね、あのー、選挙に参加とかしないんだよ <laughs>。本当にそう言いたい。ただ、あの、まあ、ユダボンって兄弟が何人かいますけど、あのー、 本当に彼らのね、えぇ、ー、成長様卓にてんのはもう中村行き足なんですけど、それを擁護する、立花隆投手がね、本当にやばい。だもうこれはもう本当にね、あの、NHK 党が、ね、本当にね、弱くなってる証拠です。だから、あのー、なんでね、 その、他の政党の政治批判をしなければならないほど、まあ弱くなってるのかってことをね、今一度ね、立花党首は認識しなさい。そして、立花党首は、ね、 立憲民主党と合流して強い政党がいかなるものなのかっていうことをいまいちスタディーしてきなさい。ね、立憲民主、まあ、社民党のね、福島党首もそうですよね。福島党首もね、立憲民主党でスタディーしてきなさい。強い政党が なんで強いかっていうのがわかりますからそもそも気持ちで負けてないんだ。立憲民主党も、自民党も、気持ちで負けてないんだ。それがもう発言からもう出ちゃってるわけですよね。準備が足りなかったんですけど、その中でやるしかないんで、 なんとか、ここから踏ん張って、岸田政権を倒せるように頑張りますってね。そんなことを、菅直人元首相が言ったわけですよ。立花党首、あなたにこんなことが言えますか 私はね、あなたにはそんなことは言えないと思います。うん。なぜならあなたはそんな、ね、体現相互ができるほど、党としては成長することが成功してないからです。 なぜ、と、そこまで成長できていないのか。今一度、考え直してください。そうしないと、ね。あなた、次回の選挙ではね、もう政党なくなっちゃいますよっていうぐらい、ね。あの、ボロ負けしちゃいますよ。次の政党は。 次の選挙は、うん。今回ね、あの、ガーシーさんのおかげでね、ガーシーチャンネルさんのおかげで、なんとか、政党は持ち直したもな、持ち直しましたけど、彼がいなかったらもう、政党なくなってますよ、とっくに。だから、あのー、 おそらく、ね、ガーシーチャンネルさんがね、他の政党を言ってたら、おそらくね、政権握ってたのおそらくその政党だったかな。おそらく立憲民主党にね、行ってれば、ね、ガーシーチャンネルさんがね、立憲民主党に行ってれば、おそらく、今頃政権握ってたのは、ね、えー、まあ立憲民主党でしょう。それは まあ、まあそこはね、まあ結果としてね、まあ、NHK 党に行ってしまったんでね、それはね、まあ、イフとしか言いようがないし、ね、それはどうかっていうのはわかんないですけど、ね、えー、だとしてもですよ、なんでここまで政党を弱らせてしまったのかっていうね、 弱くななったんじゃないあのー、そこまで成長できなかったかっていうことはね、改めて考えないとダメです、これは。投資として。あのー、自分の力でなんとかしなきゃいけないって思うのは、 それ、投手の力、投手の責任うんぬんっていうのもあるかもわかんないですけど、投手のやることじゃないです、それは。投手がやらなきゃいけないことは、候補者にね、ね、えー、絶対勝つぞっていう気持ちにさせることです。 ね、あのー、立場の投手、あなたがそんなんで、ね、その、まあ、NHK 党の候補者がね、立ち上がれるわけがないでしょうっていう。だから負けたんですよ、あなたはと。だからボロ負けだったんですよ。じゃあ、どういうふうにすればね、 あのー、まあ、あ候補者、NHK 党の候補者をね、まあ、あ立,立ち上がらせることができるのかっていうことをね、もう、改めて考えなさいこれはもう警告です、これはもう。あのー、 確かにね、俺がやらなきゃっていう人にね、まあ、ついてくる場合もありますよ。だけど、ね、まあ確かにね、下にいるものからしてみたら、俺がやるぞっていうところはね、組織はね、まあ、頼もしく見えるっていう、ね、まあそういった部分も、まあ、あるでしょう。しかし、 俺がやんなきゃってなってるところっていうのは、裏を返してしまうと、その組織としての力が弱いということなんです。なんで弱いのかっていうことをね、上に立つものは考えないといけない。それができないものに、ね、政党の党首を名乗る資格はない 以上です。